順です。今日はランニングします。ランニングはいつもの練習なんですけど、10キロ未満、1時間未満、いつものコースって決めているところがあって、そこを走ります。トレイルランニングと違って、ロード100%を走るのですけども、私はあれ、トレイルランニングだけなんですけどもね、手軽な街中を走る練習をやっています。で、装備はこのような、ブルックス、ハイペリオン、テンポを履いて、こちらですね、ブルックスを練習しています。今度、伊豆トレイルジャーニー2022が開催されまして、残り1週間ということで、あまり、長い負荷をかけずに、ちょっと刺激入れというところで、体の反射、体を反射、体の身長反射ですね、を利用した動きに鉛がないかとか、そういうチェックをするような、狙いで走ります。いつも漠然と走るということはしないんですけど、その日の、準備をこのようにしまして、走り始める直前のモチベーション、それを大事にしています。いろいろなモチベーション、その時に浮かぶんですけども、直前までは、もやもやとしていますか、もやもやとしているような感覚から、徐々に固めていくというような、それは、もやもやのまま、走り始めて、固まっていくという場面もあるんですけどね。というわけで、普段の練習ですので、自由度が高い、練習をしています。で、気合が入る時もありますし、体力を維持するようなテクニックを磨くという時もありますし、あと、スピードに関しては、やはり、フォームのことを意識することもあります。それから、ちょっと今日は実績についてお話ししますけど、実績というか、その競技に出てきた経験ですね、私の。2017年から、このような有酸素運動を、練習してきて、レースに出ようと思っていろいろやってきました。このように、ちょっと貼ってみたんですけど、どうでしょうね。これ気がついたんですけど、ゼッケンを貼るって、あんまりこういうなんかかっこいいかどうかよくわかりませんけど、苦しかった、もうめちゃめちゃ苦しかったやつは、ゼッケンがボロボロです。死にかけたみたい、ああ、落ちちゃった。死にかけたみたいになったんでしょうね。北丹沢の時も、この2018年の時より、2019年の時かな、これ。どっちがどっちだか覚えてないんですけど、もうぐちゃぐちゃになってますね。これ雨だと思うんですけど、そして、リタイアしたというのはもう、なんか罰書かれちゃって、罰点みたいにされて、そういう苦い経験、これが私の中で、あ、これはでも2019年なんで、2度目の出場の時にもバッテンつけられて、途中で、DNF、Do not finish とかやって、もう本当にこの経験が苦しくて、もう練習に勢いが乗ってきたっていうところなんですけど、回数をこなすというよりは、なんでしょうね。いろんなシチュエーションで、レースを経験していくみたいな感じで、ちょっとこっちは、
私の中では難易度が高い。難易度が高いというか、まあ、ちょっと特殊な距離とか、で、長野のレース全般はきつかったので、ちょっとそれを忘れないようにしたいですね。4100D がこれ、ついこの間の、まあ、命からがらというところだったんですけどね。まあ、そのように、ちょっと貼ってみました。完走賞は、最近は発行しない大会が多いので、自分で発行するとかなるんですけど、ちょっと、どうなんでしょう。ITJ のこれ、フィニッシャーのこれもありますよ。当時は、10時間55分で完走したので、ターゲットは今回、まあ、10時間。これが、まあ、これよりも下に行くのを一応ターゲットにして、ということは10時間切るという、1時間ぐらいちょっと短縮したらどうだろうと思うんですけど、ただこれ、あんまり走力がアップしてるかどうかわからない。2019年から今2022年の現在において、ちょっとどうでしょうね。でもこれは体力に余力があって、足が痛くないまんま淡々とこなせれば確実にこの時間よりは早いです。まあ、平均ペースで、勝負していって、ダッシュしたり、なんか変な動きしなければ、故障しないと思うんで、足痛くしたりしないんで、まあ、10時間切れるかなっていうとこですね。まあ、で、前回出場したレースが、陣馬山トレイルレースがつい先日ありましたね。陣馬山トレイルレース、自分は感触がめちゃめちゃ良かったので、まあ、総合順位で言うと、まあ、男女含めてみたいな、ちょっと足し算したんですけど、78位とかそんなところだったと思います。80位だったかな。まあ、ランナー何人かいるうちの、まあ、80位ぐらいというところで。年齢別ではそんなに速くない。そんなに速くないんです。まあ、激坂最速王を今回は見送りました。つい先日、2週間前でしたっけ。アネスト岩田ターンパイク箱根のこの地元のレースなんですけどね。これは、あえて ITJ のために体力を温存しています。で、そう、2020が最初ですよね。2021、今年第3回だったんでしょうかね。というわけです。これ自分のお店なんですけど、看板がちょっと目立ちにくいようなお店になってます。で、電気ついてれば私はいます。で、座間市です、ここは。今度座間市でイベントがありまして、座間の田んぼでクリスマス、JR 相模線入谷駅での田んぼでイルミネーションやりますんで、よければどうぞ。そしてこのお店は、あれです。まあ、飲み屋さんです。飲み屋さんですけど、今のご時世、お酒飲む人あんまりいなくて、まあ、したたかにやってますよというところなんですけど、そしてここはいつものスタート地点です。もう私は何百回もここをスタート地点に、今日は月も出ていて、
で、この方向へ行くと小田急線座間駅、今踏切の音がしてますけどね、あそこが駅なんですけど、歩いて2分のところに、まあ私がいますところです。この道は下の方抜けていきますと住宅街抜けて、大きな河川敷、相模川出てきますので、相模川沿いを走るコースを定番ルートとしてやっています。まあ、私と一緒に走ると、まあ、10キロということになりますね。そうしますね。というわけで、心拍数検出心拍数を検出中ですとなってます。で、野外に出て GPS の情報を拾ったりするまでちょっと時間があるんですよね。これ数分、まあ、ウォーミングアップしたりしてもいいですけど、あと冬はこの手の血管が細いんでしょうね。細いので、ちょっとバンドをそういう時は一つ締めましょうか。一つ窮屈にしてセンシングの精度を上げる。効くかどうか分かりませんけど、あんまりきつすぎるとなんかちょっと左手に影響があるというか、手が細くなっちゃいそうなんで、まあ、このようにして、待ち時間があります。まあ別にあれなんですけどね、心拍数後から出てくるんで、今出てこなくてもいいんですけど。それでは開始します。ここは梨の木坂って言います。梨の木坂、みんな苦しそうに登ってますね。このように住宅地を抜けていきます。今走ってます。ウォーミングアップで、体に汗が出るまでがウォーミングアップですかね。15分から場合によっては40分と言わず、まあ、120分とかがウォーミングアップ。まあトレイルランニングの、距離からすれば15分のウォーミングアップ時間というのはちょっと短い。2時間ですね、ウォーミングアップって。まあアマチュアのアスリートといいますか、その競技で成績を残すことはできなくても、自分のコンディションを把握して、ここでいうコンディションとは、ちょっと
気難しいんですけど、自分をマシンに捉えて、マシンは定量データ化しやすいので、しやすいというかそれしかないので、自分ができる、総力、持っている力、その持ってる力っていうのはもうカードが出せるカード決まっちゃってて、それの最初何出すかみたいな、それをまあプロアマと言わずに、把握するというか、まあ自分を知ってその中から、出していく、というところですかね。なので最初ウォーミングアップなしの全力でというカードを切った時に、果たしてどこまで持つかなんですけど、いや持てばいいんですけど、それができたらもうプロフェッショナルですね。ちょっと特別な才能が必要だと思います。波といいますか、まあ、競技志向でやっていれば、必ず総力がついてきますので、焦らずできるカードを切っていって、存分に出し切るというところでしょうかね。自分のやれることがまだあるのにそれが出せないっていうのはちょっともったいないので、まあ、それもなんか一種の定量化されたデータに基づいてなんでしょうけども、まあ、科学的に体を動かす、まあ、そういうことは必要なんでしょうかね。でこれ今相模川を、越えていきます。
このように圏央道が走ってまして、その一本、横に直線道路がありまして、ここが私のホームグラウンドといいますか、毎度おなじみの道というところなんですけど、もうここ何千回ってことはないか、何百回かと、走っています。まあこれが私の内面のうちの一つというところでしょうかね。夜走るとちょっと車はこう来ると危ないんですけどね、ここなので、テールライトを頭に装着して視認性、車からの視認性を、自分自身で上げていって事故防止になるようにと思っているんですけど、ランニングはあれ言っても時速、10キロとか、時速10キロ、まあ、キロ6分、時速10キロですけど、ゆっくり進むので、景色を見る時間、このような道ですと動かない景色の中で動いている自分という、感覚、まあ、そういうのも楽しめますね。なんてことないと思うかもしれませんけど、人間の中にある無意識が、そのような場面で何か計算をしだすということもあると思うので、まあ、一種の瞑想ですね。ランニングしながら瞑想、まあ、半目をつぶるというのは、視覚の情報にとらわれずに体が動いている状態を作って、なんか頭を空っぽにして体が動いているをやると、結構、脳に酸素と血流が入ってくるんで、要するに自営業とか経営者とか、クリエイティブな動きをしなければならない人というのは、ちょっと脳の作りはたくさん酸素と血流を送ってやらないといけないんで、必然的にこのような運動じゃなくてもいいかもしれませんけどね、何か工夫が必要になると思います。不思議ですね、これ。本当に景色が緩いんですけど、体は負荷を持って動いている これが必要な、必要のないという人はいないんですけど、なかなかこう気づけないと言いますか苦しいことばかりが連想してしまって、ホビーにしづらいというところはありますね。ホビー、趣味ですね。趣味ですよ、趣味と、体が作れるというところで実益です。月、あれ、月の距離は地球っていうか私のいる地点から 目で見える範囲にあります。これ街灯で、奥月なので、同じ光の
光を放っていて、同じようなだからスペクトルの周波数でもって今の LED ライト、光、それから月の放つ光が、まあ、輝いているというとこなんですけど、あの科学的態度を取るならばあれは光っていて近いんです。遠いと光ってても見えません。なぜなら光っているところと、人間があるいはこの電磁波の、周波数が届くまでに減衰があるので、遠いところから強烈な光を放っていたとしても私の目、カメラの目に入るかどうかっていうところですね。そういう意味で言えば、星もまた太陽と同じ位置ぐらいにあるでしょう。太陽でない月と同じ位置に星はあると思います。このように今真っ暗の中を、ジョギングしていますけどね、これは視界視点、見ている位置からどんどん一点に集中していく、線が見えますね。消失点というんですけども、これは5キロも行くと、必ず一点に集約されて、しまいます。なので消失点の結果というものを私たちはこの上空に見ている点ですね。あの消失点5キロで消えてしまうのに、じゃああれは一体どのぐらいの距離なのかというと、まあ大きいとしたら、100キロ、地上から100キロ、あれはもっと近いのか、あとあの星々も消失点を考慮すると、あるいはその光、電磁波の、周波数が減衰なしに来れる距離を考えると、とても近いということになります。
これ座間駅の近くまで戻ってきました。55分か。まあまあ、私で言うとキロ4分50秒くらいの走力なので、まあまあ遅い遅いですけどね。まあ余力を残してレースに備えるといった、走り。あとちょっとだけダッシュしましたけどね。さあゴール見えてきましたけど、ゴールしました。まあこのように走ってきて、もう夜遅くなっちゃったんですけど、それで、走ってきた時間は9.38 キロをちょうど6分01秒、キロ6分で走ってきました。でも、なんかその中には、ウォーミングアップとクールダウンあるんで、まあ、正味4分50秒ぐらい。正味4分50秒で走ってっていうとこですね。ロングスローディスタンスもやってませんしね、今度のレースに向けての、長い距離の練習ですと、まあ、10キロばっかりやってましたね。さあ、どうなるでしょうか。終わります。